なんか、あっという間にいつもエンディングだな。えー、ちょっと少し面白い。えー、ペンネームエビグラタン。賛否両論の AI ミソラヒバリが誕生したことによるモノマネタレント青木隆二の評価と今後。そうだよね。その、もう、亡きミソラヒバリさんが見られるっていう価値みたいのはあるわけだもんね。そうだよね。えー、それから、 いいんだよな、これ、ちょっと気づいた。本当に日常ちょっと気づいた、少し面白いことを送ってもらうのが一番いいんですけど。ペンネーム、角番で7杯目。サッカーでも監督が契約を延長すると続投と報道される。だから、森保監督続投っていう感じの、投げねえけどっていう。その別にゴールキーパーじゃないから、<laughs> 基本投げないけどねっていうね、ことだよね。えー、ペンネーム。 こんにちは、朝日。少し面白い。カズレーザーを見慣れてしまったせいで、シャランーの畑が全く思い出せない。<laughs> ああほんとだ今、シャランーの、今、今、この瞬間、俺の中で汚染された。<laughs> 俺のデータが書き換えられた。もう、シャランーの畑さんの位置に、 いるもんカズレーザーがちょっと鼻が大きかったようなみたいな感じの毛足が跳ねていたようなみたいな感じで、ほぼほぼ汚染されたわ。<laughs> えーペンネーム、魚を放て。もし今、ほらほら、あのほら、最近さ、パワハラで有名なさ、木下ってほら、パワハラで有名な木下って会話をすると、 ん木下ゆきな ?tk o 木下木下石の三択で会話がごちゃごちゃになる。おー。ほんと、ほんと、少し面白い。<laughs> 難しいより、こう少し面白いの加減が完璧だもんな。ペンネーム豆腐小僧。母音推しを並び替えると、おいしんぼになるよって。 感じもいいんだよね。なるなって思ったんだろうね。美味しいを見てたら、あ、これ母音押しに、これなるわ。で、誰に言えばいいかわかんないんだろうな。じゃあもう全部うちに、全部うちに送ってください。正しいです。さあ、来週も生きてるのかな地球はあるのかな少し、少し面白い。 はい、えー、そんなではないけど、少しだけ面白い文章を送ってもらうコーナーです。えー、ペンネーム2500杯。怪文っぽいけど、怪文じゃない文章。スモージンクで訓示申す。<laughs> じゃそれ、それは何のために作られた文章なのかがもう全然わかんないんですけどね。<laughs> えスモージンクで訓示申す。ね、えー、ペンネーム 初投稿なので、伊集院さんつけてくださいっていうね。えー、っと、えー、お酢お酢は酸っぱい。お酢は酸っぱいさんですよ、ね。<laughs> 今後ずっとそれでお願いします。えー、怪文っぽいけど怪文じゃない言葉。世田谷耕谷。<laughs> ああ、なんかいいよね。すごく面白くはないよ。すごく面白いのをもらうコーナーじゃないから。だってみんな一瞬世田谷耕瀬って書い、書きたいでしょ。 平仮名で今書きたいでしょ。ね、でちゃんと声に出して読みたいでしょそれはもう彼の勝ちですよね。えーえー、ペンネーム、埼玉の純平さん、明智光秀。親、ね、切ですよ。あの歴史の糸ですからね。歴史は自分はこう思うっていうね。えー 突然、その、あんなにいい関係だったはずの織田信長に対して、織田信長が敵だつって火をつけちゃうわけですよね。明智光秀は、嫁からもらった合成模薬で、突然、信長が敵に見えていた説っていうか <laughs>。<laughs> ええー。これは、まあ、歴史の意図としてはあり得る話ですよね。<laughs> ええー。 ね、応募者全員沢村賞さんから。すぐくれんだ。<laughs> そんなにすぐくれんだ。それすごいね。えー、もしも、モンゴル800が、秋元康プロデュースの音楽ユニットだったら、いるねーいろんなゲルからすごい人数出てくるね。モンゴル800、相当人数出てくるね。えー。<laughs> ペンネーム三遊亭ビルゲイツ。少し面白い。もしもハリウッドザコ師匠が誇張しすぎたアクラ、アキラ100%のモノマネをやるとしたら、お盆がクソでけえか、最初からチンコが出てるかの二択。<laughs> ダラーンってもうチンコ出ちゃってるのいいよね。出ちゃって小脇に普通のウェイターみたいにお盆抱えててほしいよね。俺はそれが好きだけどね。う <laughs>、えーん。生放送でね。うー、んうん。えー、ペンネームしめさば、ま。こんまりが最近始めた通販サイト。俺も見たわ。こんまりが最近始めた通販サイト。 部屋を片付けさせてから、ゴミを買わせる感じ。<laughs> すっげえわかる。いらなそうなものがずらっていうね。ねえー。いや、溜まってた分ちょっと面白いな。ペンネーム A003627。ぼんじりって、一晩につき、ほんの少ししか取れないのに。だってあのケツのツンってなってるとこだけだもんね。 あの価格っておかしくねっていう。きっと体全体ぼんじりの鳥がいるはず。怖え。怖えよ。バイオテクノロジー、怖えよ。ペンネームアヒルヘア、豊臣秀吉。寸前まで自分の草履と間違えて信長の造り履いてた説。<laughs> <laughs> あ,っあっ温めておきましたって言う。 さあじゃあちょっと時間がある限り、ええー、少し面白いっ言ってきますかね。もう少し面白いればいいです。もうすごい面白いことをわざわざ書かなくていいんでね。ええー、ペンネームロシアンさん。花粉症対策グッズを杉薬局で買う時の敗北感。<laughs> 杉だからですよ。そ、少し面白いけばいいっつってんですから。別に,別にすごいひっくり返るほど面白いことではないですけど、そうだなっていう。杉。 薬局、杉薬品なのに、みたいなね。<laughs> ええー、ペンネーム21輪車。鏡を鏡。この世で一番バッキバキの画面の iPhone が似合う女の子は誰はい、それは、ファーストサマーウイカ様でございます、<laughs> 女王様。<laughs> なんとなくだよね。なんとなくだよね。なんかわかんないけどさ、こう、今、 ファーストサマーユイカドが、こう、上がってるじゃんウイカドが上がってるじゃん上がってる中で、意外に鈴木サリナも、こう、どっこい生きてるっていう感じの <laughs>、あそこ相当食い合ってると思うんだけど、なんかあの感じ面白いんだよね。えー、ペンネーム、クワガリクソン。 えなりかずきがアレルギーの発症を抑えるため、泉ピンコから距離を置くことを業界用語でピンコ立ちと呼ぶ。<laughs> もともとこれぐらいの温度のコーナーですからね。えーえー、デジタルハンバーグ、そういえば、そういえば、増田岡田の岡田さんがネズミ年にちなんで、ジューというギャグをやってから、 ついに江戸が一周したのかだって。相当いいよね。相当いいです。あ、言われてみればですね。えー、チャック・ザ・ジッパー。いつの間にか姿を消したな。スクリーン・セーバー。なくなったよね。あ、すきげえ思ったんだけどじゃあさ、サリナが頑張ってるじゃん。サリナが頑張ってて、ファーストサマーウイーカー来てるじゃん。じゃ何が削られたのかって言ったら、木下ゆきなだな、ね。 そこだな。そこな気がする。おやすみなさい。<laughs> さあ、じゃあちょっとだけ時間があるので少し面白いいくつか。えー、ペンネーム、モノクマ、最終学園長さん。えー、TBS で映画化したら、山崎パンからワニのパンが出る。<laughs> 絶対出るよ。<laughs> 絶対出るよね、ワニのパンね。えー えー、ペンネームムニエル。<laughs> 100日後に死ぬワニのあの漢字は、青汁の CM に似ている。<laughs> みんながすっげえこう、思い入れ見て、持って見ちゃった途端に、青汁売る話この話っていう、老夫婦の何かこう、助け合いの物語見てすげえ心配してましたけど、途中で。 急に職人のおじさんの肘が痛くなっちゃった時に的な。それじゃあ、俺は寝ますあの、他にもあの少し面白い、今の少し面白くねえけど。<laughs> 少し面白いを少し読んでおきます。えー、ペンネーム二番煎じヌードル。漢字でしない。しないって漢字で書いてみて、しない。えー、しないって書く時に、 ちょっとだけ、ちょっとだけ竹内力が <laughs>、ピャコーンっていう感じ。丸い体で、丸い体でディズニー着せ世界の感じの <laughs>、あの、竹内力出ますっていう。 えー、ペンネームトンキュー。知り合いから聞いたのですが、アナルプレイ用のグッズは他のグッズにも増して衛生面に気を配られなきゃならないため、一回一回の使用ごとに殺菌が大切になってくるので、ショップには、えー、と、詰め替え用殺菌アルコールのタンクまであるんですが、えー、入手困難になっているそうです。平和が早く来るといいさあもうエンディング、エンディング枠。 えー、じゃあちょっと少し面白いをやりながら。えー、でもなんかね、ほんとね、ここ1ヶ月ぐらいかな。もちろんずっと書いてくれてる人面白すぎて、なかなかその画像を崩すことは難しいんだけど、ポツポツ初めての人、あの、全体量としては相当初めて見るペンネームの人増えてて、素直にすげえありがたいよ。<laughs> 何これ <laughs> で、えっ、ー、と、えー、ペンネーム。 カスカベ、少し面白い。面白いことが大好きですと自己紹介する人間、100%つまんない。<laughs> でもそいつは俺、面白いことを想像できてるとは言ってないからね。えー、みんな好きだからね、基本的に面白いことはね。えー、ペンネーム、クワラ・ガリクソン。玉いじり。ひらがなで、玉いじり。<laughs> 入力すると、ギリギリまで玉石折りが予測変換で食らいついてくるああ、わかるわ。ギリギリまでいるやつ、いるよね。ま、あ一番わかりやすあの、こっちは正常位って打ちたいのに、正常位しよ押してくるっていう。いや、今俺、正常位って書きたいからっていう。う <laughs> んね。<laughs> えー、少し面白い。ペンネーム、薄め駅。現代のプロ野球で巨人の星をリメイクしようとしたら、 コンプライアンスとか、あと、ま、あルールや制度のギャップの他に、サモン方策が DNA にいる <laughs> っていう、<laughs> えー、ことにものすごい違和感を感じると思う。シュッとした感じだもんね、なんか。当時、こう、サモン方策がだあっていう感じで、<laughs> え、太陽に入る感じはいいんだけど、今 DNA に入っちゃった時のサモン方策の、 えー、中畑監督とサモン作、ラミレス監督とサモン作っていう感じの、なんかなっていうね、<laughs> ええー。これってさ、もう、もともとあるネタなんじゃないかと思うぐらい、今日まで俺が気づかなかったのが恥ずかしいような。久米サブロさん。子供チャレンジ。並び替える。並べ替えると。どれもチンコじゃ。なんかすごくない あまりに、あんますごくないか。俺のすごくないのに対してみんながあんまそんな来ないのとかすごい腹立つわ。<laughs> 子供チャレンジがどれもチンコじゃな。あと、コーヒー飲みたを少し面白い。商店に投げ銭システムを導入しよう。すげえ結果が出そうな気がするんだけど。もうさ。 ザブトンじゃないシビアなやつが額で出ちゃうわけだよね。ああ、出ちゃう気がするな、なんか俺は。ね、いや、なんか本当に、あの、たくさん聞いてくれてありがとうございます。ね、え、寝ます。<laughs> 何これ <laughs> そう。じゃあちょっと時間が許す限り少し面白い読んできますかね。なんか本当少し面白い。ちょっと気づいた。なんかちょっと面白いなっていうのを、なんか送ってもらうと。 それこそさ、最近気づいたことがそうやって人との交流が減ると減ってくるからさ、なんかそれをみんな送ってもらうのが一番いいんですけど、ええー、と、ペンネームハルていいお肉。少し面白い。スピリチュアル大学生知恵。もうすっごい面白くないすっごい面白いです。スピリチュアル大学生知恵、思い出そうとしても、 なんか、柳原かな子が俺の中で、なんか、ちょっと合成されちゃって、出てこないんだけど、どうしてんだろうね。なんか、あの、鍋プロにありがちな、数えるとこまで数えてみろっていう感じっていうね。その後、スンってする感じだよね。裸のみな子の感じだよね。行けるとこまでワッションしてみようっていう、どこまでこいつ登っかな、みたいな。 えー、ペンネームそろそろ旧姓中山、少し面白い。7月8日の試合でまた広島カープの相沢選手がデッドボールを受けたのですが、今度はベンチからヤジどころか、声一つ上がらず、異様なぐらい球場が静まり返っていました。その後、主砲の鈴木誠也選手もデッドボールを食らったのですが、同様でした。絶対注意あったよね。あれやばいって言うんで問題になったよね。 むしろ静かっていう。<laughs> それも怖いわ。<laughs> それもちょっと怖いわー。えー、ペンネーム、はとこは授乳中。お待たせ伊集院くんにはカフェラテ買ってきたよ。この何気ないセリフの中に、お待たせお待た。伊集院くんにはくんにカフェラテ買ってきたよ。フェラーが含まれてます。<laughs> いやらしいでしょって。いやらしいの見切っちゃったでしょって思ってるじゃないですか。 こんな風に女子に優しくされたことがないから、気づく前からもうおちんちんは立ちます。あの、お待たせ、伊集院君にはカフェラて買ってきたよって言われた時点で、時点で、こ,こいつオールロード好きなんじゃねえかなとねえ、ビクビカってなってますから、もう、ね、ええー、いいね、こういう少し面白いカツ丼プリン。新聞のラテ欄を見たら、題名のない音楽会 の番組タイトルが、題名と略されていました <laughs>。<laughs> 略し方ちょっと間違ってますよね。題名。ペンネーム、肉、海空うん。ナゴンのみゆきじゃない方。アイデンティティの田島じゃない方。インディアンスの田淵じゃない方。思い出そうとすると全員同じ顔になるっていう。<laughs> 髪が変えたからだ,だけど、 カタマリくんもちょっと近いところに巻き込まれるよね。お笑い詳しい人とかファンの人は全然分けられるけど、なんか似たところに、クチャくちゃってするかな、えー、ペネムボールペン返して。最近鳥箱の CM 見ないですね。そうな、インバウンドの人来ねえから、行かねえし。だから鳥箱の CM ないんだよペネムジャムおじさんとバターペン。今思えばみんなでワニに怒っていたあの頃は平和だったなぁ、つって。 さあえ、今日は寝ずに反省会です。この後。4時間ですよ、4時間。もうこんな時間か。えとりあえず、えー、っとね、少し面白いよ、時間が許す限り。えー、そうね。ペンネームラブリー。少し面白いんですよ、少し面白い。ね、マジックソルトの森塩っていう。<laughs> ピンク岩塩とかね。あと、トリフジオのね。森塩なんだけど、トリフジオとかね。 金持ってんのかな金があんのかな <laughs> すっげえ好きだなこれ、これをさ、メールで送ってくれてるわけじゃんか。えー、ペンネーム水虫かゆみさんから、うちで踊ろうの買う歌うんちこねようって書いてあるんだけど。<laughs> もうすげえ面白い。<laughs> すげえ面白い。ステイホームの時にやることが、片やおしゃれさんたちがうちで踊ろうに対して、うんちこねよう。なんて 首相も来ねちゃったりとかしてね。それでみんなで、<laughs> みんなでコラボしちゃったりとかして。相当好きですけどね。ペンネーム、イエロー軍曹。3時のヒロイン総選挙。昨日も一緒。だって俺も断然夢っちだな。夢っち言っちゃうな、なんかね、えー。またさ、夢っちの若い頃とか、まあ今も若いんだけど、痩せてる頃の写真、激烈綺麗だよ、ね、なんかね。そうなね。でもやっぱり、なんか、 うんちこねようが面白すぎて。もう今日の中で一番面白かったらうんちこねようだから、なんかダメだね。<laughs> えー、さあ、えー、それから、ね、えもう一個入いていくかな。うん。う <laughs> ペンネーム、オゲレツサイさん。え、おはようを見ていたら、アンジャッシュ・渡部さんのニュースで、相方の小島和也の島の部分のテロップが間違っていました。と、女子アナがマジで訂正してました。すげえの見たね。もう、寝るわ。さあ、えー、じゃあ、まあ、時間短いですけど、えー、少し面白い。なんか少し面白いは、もともとの少しは面白いの感じに似てんだけど、 お、思い出すんだけど。ちょっと笑っちゃう。単語とか人名とか。えー、ピザファットさん。ペンネームピザファットさん。チデジカって。チ <laughs> デジカいたよね。そらチデジカが住んじゃったらあんなキャラクターいらなくなるに決まってんだけど、ぬいぐるみとかあったよね。わぁ、チデジカの死骸がどっかにすごいいっぱいあるわけだよね。<laughs> えー、ペンネームマロン教授。 新選組リアル。<laughs> なんかさ、その、俺の、その、島田新介感で言うとさ、新介さん、未だに面倒見てそうな感じしないなんか、メンバーの中の、その、えっ、ー、と、割とこう、礼儀正しい人とかは、未だに新介さんと草焼きをやったりしてんじゃねっていう感じ、するね。えぇ、ーえー、春うていいお肉さん。えー、あの人は今、馬鹿力的、あの人は今、小密。 ダンミツさんがブレイクし始めた頃に現れたグラドルだったと思う。こみついたね。なんか、ダンミツさんが妙齢なのに、その綺麗で、あとまたちょっとセンスが、俺たちからすると、黒木薫の再来みたいなセンス持ってるっていうところで売れたのに、え、見た目が、見た目が似てって、普通に妥当にグラドルの年の子だったよね。こみつね。えー。 ペンネーム、サタミサキ。アヤマンジャパンの曲、YouTube 欄のコメント、YouTube のコメント欄。アヤマンジャパンの曲の YouTube のコメント欄。当時小学生だったので、意味わからなかったけど、大学生になった今見ると、すごいエロい歌詞だったんだなって気づきました。だって、懐かしむものなのって書いてあるけど、これ。いやー、少し面白いものも気づいたら送ってくださいね。勉強になります。 おじコこの辺で寝ますさあ、ちょっとだけ少し面白いを読みましょうかね。えー、波ねミネ136さん。えー、かわいそうな像。かわいそうな像を今っぽいタイトルにすると、ピエン超えてパオン。うまくてすごいよね。あまりにうまくて、ほーってなるね。 それからですね、ハゲダッツー。ハゲンダッツの面白いから方だと思うんだよ。これ、ハゲダッツーはおそらく、ね、ハゲダッツーって書いてありますけどね。えー、少し面白い。僕の考えた、エイト、エイトとかいう人の歌。聞いたことないんだろうね。えー、ドールチェ、ドルチェ、ドールチェ、香水、ドールチェ、アンド、ガッパーナ、ドールチェ。これ流行ってんだろっつって。エイトの歌、これだろうつって。ね すごい好き。ああ、俺これで覚えちゃったわ<ー> <laughs> かんわかんなくなっちゃった、もう。多分エイトさんの顔見たとき、これしか浮かばないからね、俺多分、たぶん。えー、ペンネーム、べっぴんうどんさん。春な愛。春な愛、並べ替えて、あなるはい。もう意外、これ言われてないよね、多分ね。オリジナルだよね。オリジナルソングだよね、この人のね。ね <laughs> 歌ってはいないけど。 全然歌ってないけど。えー、そうですね。ペンネーム、ミドリー・ファンク・ジュニア。ウィズ・コロナの新しい生活様式が浸透すると、オッパブではジョーのおっぱいをマジックハンドで揉むようになると思いますが、それはそれでありではないでしょうか。<laughs> 何エッセイこれはわかんねえ。これな何なの何なのかなねえ。えー、えー そうですね。あとは、ペンネーム、君の名はジャムおじさん。少し面白い。福岡のローカル番組に出演した、ハイダ・翔子さん。ハイダさんの YouTube チャンネル、200万回再生の動画があるんですってね。と振られたので、その歌がどれほど好きかなんて話を、話すのかなと思いきや、うん、あ、でも、私にはお金がちょっとしか入りません。<laughs> <laughs> <laughs> なんかその辺がね、昇降姉さんっぽいとこなんだよね、えー。ペンネーム青いみかん。ゲッターズ飯田屋・イーダ島田周平は去年アンジャッシュ・渡部の今年の運勢をなんて占ったのか気になるっていう。でもさ、変革期みたいなこと言うんだよね。なんかもうその、あの、大きな大、仕事に大きな、こう、えっ、ー、と、えー、波が。 天気が来るでしょう、みたいなこと言うんだよね、えー。何か見えてんなら言ってやれ <laughs> ねえ、<laughs> で、そんな漠然としたことじゃなくてっていうね。<laughs> えー、ペネマ、青山ゆかり。ヘキサゴンに関わって今幸せになっている人は、里田舞しか思い浮かばない。たださ、里田舞の、 黒字がすごいその、他の人の赤字に比べて、佐藤田舞の黒字がすごい元木大介なんかもう誤差、ね、寝ますさあじゃあ時間が許す限り少し面白いいっときましょうかね。えー、ラジオネームバータちゃん。 来年の今頃バイキングとかで延々と喋ってそうな話題。アクリル板の不法投棄問題。ああでも嬉しいニュースなんだろうな。だっていらないっつうことだからもう、ね。俺さな、何日か前、何日か前朝のワイドショー見てたらさ、朝のワイドショーでさ、コロナ虫歯が深刻な問題になってますっていうね。でってコロナ虫歯は、あの、これね、死に至ることもあるんですっていうね。 それは、なんか要するに感染とかもあるだろうからっていう理由で、その虫歯なのに治療中の虫歯をほっといてずっと歯医者さんに行ってない人がいると。ね で、虫歯ってずっとほっとくと、その、すごい消化率で死に至ることがあるって話なんだけど、これはコロナ虫歯が死に至るって話なのかただ単にその虫歯ほっといて、すごい低確率で死ぬことあるよっていう話の頭にコロナで虫歯そのままにしてる人がいるかくっついちゃうと、なんかさ、俺の最初の感じってさ、コロナのウイルスと虫歯のウイルスがどうにかなるとの感じすごいするじゃん。 もう途中から、おえ、何それ何それ <laughs> っていう感じの。なんかわかんないけど別にコロナ交通事故とかも死に至るじゃん。なんか、その、しばらく運転してなかった人が運転すると交通事故で、とかなってくと。なんかすげえなぁと思ったね。えー、ペンネームスーザンのハウス。人間は2種類に分けることができますよ。流血の後に続く予測変換が、 リュウチエルの人とリュウチシュの人、<laughs> 俺どっちかな？ちょっとイレチビでわかるかな？リュウチ、えー、リュウチ、え、リュウチェンです。<laughs> それも日頃ろ何検索してんだよって話ですけどね。 えー、ペンネーム田中、マナー講師がお葬式では黒いマスクをつけろと言い始めましたようだって。ああ、うわ、言い始めてっかい、もう。なん、なんだろうね。マナ、マナー講師の人、なんかウイルス作ってワクチン作る人みたいだな、なんか、ね。ああ、ボクは寝る時間です。あ、反省会ちょっと経ったらやりましょうかね。 さあ、じゃあ、まあ、時間になる限り少し面白い言っときましょうかね。えー、ペンネム、ムッシュ。トランプ大統領に似ている政治家。宇野首相。<laughs> うん、これぐらい面白いことあります。<laughs> あの、今、音にはなんなかったんですけど、割と周りのみんながニコッとしましたね。これぐらいなんですよ。少し面白いに過度なものを期待しちゃダメなんですよね。え、ペンネム、大自然守る。少し面白い。フワちゃん。 ふわちゃんは相手を呼び捨てにするのに自分の芸名にちゃんを入れてるのはずるい。ああほんとだだってわかんない。順位、順位って言うのに、自分はもう自動的にふわちゃんって呼ばれるような、ふわだよね。ふわ <laughs> じゃないとダメだよね。あほんとだ。えー、ペンネーム、ケイちゃんさんです。深夜のバカかだ。深夜のバカ力かだから 紙に包まれた鬼のブローチみたいなものが送られてきていて、紙の内側に、能登の鬼と書かれていた夢を見ました。ありがとうございました。<laughs> あ、届いた能登の夢。じゃあ、あと4種類でコンプリートじゃん。ね、え、だから毎日、え、能登の夢以外何あるんだろうっての頭にずっと浮かべてたら、おそらく次のやつ、今日の夜次のやつ来るんじゃないの え、の、のとの鬼か。鬼は一個だけだからね。<laughs> 全部で5種類あるけどね。ええ。じゃあ、皆さんのお家にも届くといいですね。おやすみなさい。<laughs> さあ、じゃあ少し面白い読んでおきますかね。えー、ペンネーム、ここが変だよ。変人さんから。スーパー歌舞伎、半沢直樹。 もうありだよね。<laughs> てかもうほぼまんまで。だってワンピースとかあるんだから、むしろ半沢直樹のスーパー歌舞伎はあるよね。えー、ペンネーム、えー、ブラックドラゴンズさん。少し面白い。少し面白いことを報告してくれればいいんですかね。えー、ドライブ中お腹が痛くなり、 ここなら絶対誰も来ない、来ないだろうという場所に駆け込んだら、古いうんこがありました。むしろ嬉しかったです。人間が行くとこですよ。人間という動物がうんこがしたくなると本能的に見つけちゃう場所ですよ。あの、象の墓場みたいな。そういうところにあなた行き着いたと思うと、それは嬉しいことですよね。公文、肛門アナルカッカ。 長谷園の関東風カニ玉の CM で出川さんが関東となるところ、関東方形がバレたみたいなリアクションに見える <laughs> <laughs> さっき確認しました。えー、見えました。<laughs> 関東っつってました。よ <laughs> し俺寝る寝るよ俺さあ、じゃあちょっと時間が。 許す限り少し面白い言っときますかね。えー、リック・カペラ、ペンネームリック・カペラ。ボル塾の4人目の人、そう、なんか、3級かなんかだっけで、ずっと、ボル塾、俺たち見た時から3人だけど、実は4人いるっていう。ボル塾の4人目の人、ボル塾の人気がぐんぐん上がっているために、勝手に期待されて、活動するタイミングが難しいと思う。本当だねボル塾の4人目の人、なんとなく、綺麗な人を想像してる。 だけど。ね、なんか本当だ。えー、それからお笑いもんだとペンネーム、ウエストサンセットシティ。先日母から最近テレビでよく見る芸人さんの名前が思い出せない。角刈りの太った子とマッチョの子のコンビでだって、<laughs> <laughs> すげえ面白いね、もうね。えー。 なんかコーンフレークとかもなかとかやってる <laughs> <laughs> それやったらって話になっちゃうもんねそれやったらミルクボーイちゃうかなーっていう話になってるけどねーまた旬のもので言うと「北明かりの目覚め」「イトが紅白決まったらなんか俺まだだな,なんかちょっと聞こえた聞こえてきたもう物覚えが悪いせいもあって」 まだなんかよくあんま歌詞が、がッがっッがっーなっていう感じ。ね、ドルチェアンド、なんかそれはバーニラ、バニラの感じになっちゃうんだよな。<laughs> ドルチェアンド、がっーなーの感じ来てる。相当来てるよ。 相当来てるよ、これ。ねえ、ええー。エイトが紅白決まったら、香水のサビのドルチェガッバーナを商品名 NG の NHK でどう乗り切るのかニュースになっていたが、それ以前に歌い始めから LINE、ああ、というアプリ名が歌詞として入ってるので、まずそちらをクリアしなければいけない。もう、今はどうなのかね昔で言う緑の中を走り抜けていくみたいのってやってん。だって、昔は CM ソングだっていうだけで、 紅白、とか NHK 書けないとかやってたからね。で、それはもう、ほぼほぼ何かのタイアップがついてるから、っていう。ね、えー、ペンネームマイペース。えー、彼女から隠れながら家に来た元カノとこっそりやっちゃう系 AV の元カノ役と彼女役のギャラの差を知りたい別に。<laughs> 最後まで別にしない。で、あの人は何なの逆にその、 彼女の役の、彼女も最後しますっていうパターンもあるけど、しないパターンのやつあるじゃん。の、あの人は、何ね、何の、謎すごい多いわー。あ俺寝る、寝る、寝るよ。だって寝ないと、うんこついちゃうもん。うんこがついちゃう。<laughs> もうエンディングですか。ねえ、えー、少し面白いちょっとやってきますかね。えー、ペン、ペンネームイーグルマニア。 うん芸能人で、カマキリといえば、昔は関根つともだったのに、今では香川照之になっている。<laughs> そうだね。で、しかもさ、なんかその、カマ、カマキリの着ぐるみと、その携帯模写、みたいのの伝統だよね。俺ら子供の頃はもうカマキリ憲法で、カマキリの着ぐるみ着て、関根つともさんが出てきてましたけど。もう今や香川さんですね。うん、えー、ペンネムアブタビ。 三ン哲郎さんが幽霊としてどこにも出てこないということは、幽霊とか <laughs>、あの世とかないんじゃないか。<laughs> そうだよねあの。何人か歴史上もいいんだよね。あの、えっと、あったかどうか報告しますみたいなことを言って、あの、亡くなってる人はいいんだけど、まあ、基本的にだタイムマシンもそういうことで、まあ、法律が相当細かくあるのかもしれないけど、それにしてもなんか急に事故って、 その辺にゴロンってならないってことは、おそらくタイムマシーンも多分できてないね。まあ53にもらって何言ってんだっ思うけどね。ペンネーム和牛先輩。YouTube のディスカバリーチャンネルの動画で世界飲み歩きという番組をやっていて、日本のお酒,をとお酒を取り上げた回に、相撲部屋で話を聞く場面があるんですが、 アカウント凍結対策なのか、稽古をしている力士のケツと胸にモザイクが入っていて。ああ、そっか。オートできちゃうのかもね。赤津くんが言ってたもんね。赤津くんがインスタで、すぐアカウント停止になっちゃうから、大変なんだっつって、要するにケツと乳首、AI は、あれをケツと乳首っていう風に判断しちゃって、一旦止めてくるらしいよ。あ、そうなんだ。へえ。 むしろ卑猥に見える。そうね。これどうですかジャムおじさんとバター犬。堀江門の餃子騒動は、堀江門が名もない餃子店を繁盛させるために仕掛けた壮大なステマ説っていう。<laughs> すげえ、こう、泣いた顔に的な最後。もうそういうことにしないじゃん。堀江門がああやることで最終的にこの後そのテイクアウト餃子とかを作ってったり、なんか、えっと、 通販で買えるのか作っていくみたいな話もあるやんか。で、みんな気づくんだよね。堀江門の仕掛けだったのかっつって。まあ、なんねえだろうけどな。今週もバタバタ。おやすみ。さあ、もう時間全然ないけど、少し面白い読んどこうかな。えー、ペンネーム、もみじまんじゅうろう、もみじまんじゅうろうさん。 ゴールデンウィークが映画会社のキャンペーンから始まった、まあ、過去小説あり、との理由で、かたくなに大型連休、大型連休と言っている NHK が、NHK が先日の11月26日をいい風呂の日と紹介していました。しかし、これも日本浴揚剤工業会というところが入浴剤の普及を目的に制定したらしいのですが。 っていうか、紅白で香水とか歌うんだろう <laughs> えゴールデンウィークはいつも、いつまで大型連休って言うんだみたいな。ああねえなんかもう他のことは全然 OK にしててさ、そもそもヤクルトスワローズ釣ってるからね、普通に。<laughs> なんでそこだけダメなんだよって話だもんね。えぇ、ー、ペンムテロン、テロンのテロンさん、少し面白い。えー、ポロスポーツのポロの競技人口が、日本の競技人口3人 ええで、ポロチー <laughs> ム4人編成らしい。なんか多分ね、香港とかでやってるの日本人選手。す日本の選手はもうそっち行くしかないみたいな。なにこんな終わり方で、何だったのさっきのカルタの途中にしようとした話は、んなんかそんなに、そんなに面白いの話です。少し面白い。 さあ来週ちょっと少し面白い強化していこうと思いまして。ま、今週一週間ぐらいなんとなく生きてて、あ、ちょっと少し面白いなと思った CM とか、少し面白いと思ったネット記事とか、少し面白いと思った経験みたいなやつを、え、寄せていただきたいと。で、少し面白いの中ですごい面白かった人。これ難しいんですよ。あの、すごい面白いの中で少し面白かった人じゃないんですよ。少し面白いの幅の中ですごい面白かった人。 ね。えー、3名様に久しぶりあれ出しますよ。あのー、帽子。<laughs> ね、えー、キャップを出しますんで、えー、ちょっと少し面白いことを気にかけててください。えー、もちろん普通に、えっ、ー、と、メールでもできますし、あと当日も、当日もちょっと少し面白いなって思ったことを送ってください。まあ、どれぐらいの規模でいいのかっていうと、そうですね、えー 例えばですね新しいところだとえペンネームマッチーさんえ少し面白いアンジャッシュの渡部さんの会見を安倍まで見ていたのですがその時に出てきた広告動画がしくじり先生でした <laughs> アベマ寺崎あるからね、えー、で同じところババアザ度胸賛成アンジャッシュ渡部の謝罪会見の謝罪会見を謝罪のプロなる人がワイドショーでえー、いろいろ解説するとその指摘内容の中に 肩パッドは抜くべきだった。はぁ、あ、ねえ、肩パッドは抜くべきだったと言っていたのが、最近でクスッと笑ってしまった出来事でした。はあ。ほんとすごいなぁ。えー、何ね、あのさ、よくわかんないのが、謝罪のプロの人はすっげー謝ってんの、今まで。ねそういうことだよね。謝罪のプロの人に何かあんまり聞きたくないよね。<laughs> えー、あ、これいい温度だな、ペンネーム、イギリス超特急さん。トランプ大統領関連のニュースで、法廷闘争、法廷闘争という単語を聞くたびに、頭の片隅に、東京ホテイソンが頭にすっこんだけ浮かぶっていう。う、え、ん、ー。あとは何ですかね、知識系とかですね。ええー、ペンネーム、桑タ理恵よ。 えー、アルプス一万弱、アルプス一万弱の歌詞、29番まである。で、途中に、蝶々でさえも2匹でいるのに、なぜに僕だけ一人ぼっちっていう、<laughs> アルプスで <laughs>、えー。あの、アルプスで、そんなことを急に思っちゃったんだ。は <laughs> はだって、おいおい、足元気をつける。そんなこと気づかない方がいいぞ、どうやっても。ね ええー、ということで、もうなんか本当に、ちょっとしたことで、あこれ、変だな、みたいなありましたら、えっ、ー、と、送ってください。お待ちしております。<music> さあ、えー、少し面白いですけど、ペンネームタクヤ。若い時からお店で美味しいものばかり食べていた、クルス・ケイさんっていうのかなメガネの美食養老化みたいです。クルス・ケイさんは、 二十歳の時に10枚だけ買った宝くじが2億円当たって、25歳で本を出した時点で残金200万円、全部一人で食事に使,使ったんだって、書き方ね、使ったんだって、もちろん2億円当たったことは親にも誰にも言ってないんだって、<laughs> って書いてます。<laughs> 本当ねえそうなん、そりゃ美食にもなりますよで、もともと美食の人が、そういう、な美食の神様が、その、2億円、そのね、2億円ってどれぐらいの量でしたかねで、行ってどこで、どういう感じで、あの、受け取るとか、そういう、やぼなことはもういいんですよ。それで食べた美味しいもの誰も知らないの一人にも言って、その時に、一人にも言ってないのね。 そうねえええ、ペンネームイエロー軍曹金曜日に放送されていたぴったんこカンカンで、佐々木のぞみさんが訪れていた秋田の料理屋さんを紹介していたのですが、以前この料理屋さんは渡部さんが行列のできる法律相談所でも紹介していたところです見。見ちゃったか、気づいちゃったのか、そういうやつ。ね <laughs> ペンネームファンタスティック裸。少し面白い。来年4月17日をもちまして、これカレンダーに丸をつけておいてください。来年の4月17日になりますと、ジ・アルフィー3人の合計年齢が200歳になります。 この温度です <laughs>。少し面白いわ。この温度なんですよ。ね。だから多分全員65歳前後なんじゃないので。いて多分今合計197歳とかが多分来年みんなが、あの、バタバタ誕生日来ると、そうなるんじゃないの。だからなんてことないじゃん。 これぐらいがいいです <laughs>、ねあのね。これ以上面白くなっちゃうと、すごく面白くなっちゃうんでダメなんですよね。えー、えペンネーム、蒲焼三き三さん。少し面白い、えー。青森山田高校。スポーツの名ありとあらゆるスポーツの名門ですよね。青森山田高校には e スポーツ部があります。早い。ね ホームページ上の分類は文化部になってます。そらそうなの、ね。<laughs> そうなの、ね。e スポーツっていうのは文化部っていう扱いなんだ。えーえー、ペンネーム。<laughs> 汚い手でいじりました。ラジオを聞きながらゴースト・オブ・ツ島を検索しようとしたときに、変換ミスでゴースト・オブ津島・ツジマ。ああ。 あ、でもなるよな、ゴースト・オブ。ちゃんと中黒入れてとかやんなかったらなるよね。ゴースト・オブ・ツ島と出てきたのが少し面白かったですって。ゴースト・オブ津・ツ島マなかなかボリュームあって、終わりそう終わりそうって言ってんだけど、なかなか終わんないんだよな、新しいストーリーみたいのがいっぱい出てきて。でも本当に思うのは、おそらくこのコロナ禍終わって、じゃあ今日止まったけどその、 えー、go to トラベルみたいな、また再開しましたよ。で、政府が行っていいんですよ、みたいになったら、ちょっと津島行きたいよ。なんか、世界中の人が行きたいらしいよ。世界中で、800万本とか売れてんじゃったら、500万本か見しまあ、そのすごい売れてるから、世界のゲーマーの人たち、ご、津島に、すごい行きたい、すごい行きたいらしいよ。で、狐を追っかけるみたいなイベントがあるんだけど、なんか津島は狐はいないみたいです。 <laughs> えということで面白すぎるやつはちょっとごめんなさいね面白すぎるやつちょっと読めませんけどもねえー、ということで少し面白いまだまだ挟み込んでいきますいやっぱあの郁恵ちゃんの勝手にシンドバットのあのスピードいいよねなんかえっと。 馬に乗ってて。で、僕の中では二人乗りで馬に乗って、後ろが行方ちゃんで、で、その前の人が急いでんだろうね、バンバンケツにムチ入れてたら、行方ちゃん落っこっちゃうんだけど、もう可能じて手綱を離さないみたいな。それで見ても引きずり回されてる行方ちゃんの感じが僕はすごい好きなんですけどね。えー、少し面白い。うん。いっぱいいただいてますよ。えー、ペンネーム、前立腺アナリスト。 ちっちゃな頃から悪ガキで、15で不良と呼ばれたよ。ちっちゃな頃から悪ガキだった割には、不良って呼ばれるの遅くねって。<laughs> 15って中三角高一だよね。中学に先輩がいなくなって、ようやく不良って呼ばれるようになるとか。もしくは高校デビューだったってことだよね。さてはお前、中一と中二の時、不良の先輩にすげえいじめられてたんじゃねえのだから、不良って呼ばれないで、パシリとか、クソムシとか呼ばれてたんじゃねえのっていう。 そうだよね。ちっちゃい頃から悪ガキで、15で不良って呼ばれるの遅えよね。どう考えたってね。もっと早いもんね。えー、それからですね、えー。ペンネーム、総姉妹。テレビの字幕機能付きで、テレビの字幕機能付き、字幕機能をオンにして焦点を。 メンバーが通常に回答したときは字幕で、括弧笑いと拍手と表示されていたのが、三平さんの回答のときに、括弧拍手だけだったのか。<laughs> いいね。いいね。なんか、あのー、ハリウッドザコショーのとかも面白いんだよ。ハリウッドザ,ザコショーとかを、えっ、ー、とー、え、あの、ネタを、 字幕機能付きで見ると、蒸気を一した大声でとか書いてあるから、<laughs> ねその格好してって書いてあるから、すげえ笑っちゃうんだよ、ね、それね。ペンネーム、くつろぎの里。隣のお姉さんのハンドクリームの香りが、僕の金玉保湿用クリームの香りによく似ているな。<laughs> <laughs> 気づくんじゃない電車どこかな電車どこかなこれぐらいの面白さでいいんですよね。 ええー、そうですね。あと、少し面白いらしいやつ。じゃがやまりこさんから。おのののかのの。ね。まあよくネタにされる。おのののかのの。対抗馬としてキキキリンのキとかですよね。それに、峰岸南ミのミ。確かに。おのののかののは、ん、三つですからね。峰岸南も三つですよね。これ新たなライバル登場。 えー、ソフトバンクホークス。えー、シュートウウキョウだっけシュートウウキョウだと思うんだけど。シュートウウキョウの4っていう。だからなんだっていうコーナーじゃないから。すごいの見っけたなっていうコーナーだから。えー。それからですね、ソフィーと双子の姉妹。 9日の夜中に、ホンダツバさんが突然生配信をし、もらったという桃鉄の T シャツを画面に見せてからフレームアウトして着替えた。うん。のですが、誰もいなくなった無人の映像の <laughs>、あらゆる金属を少しでも映り込んでるんじゃねえかと <laughs>、いろいろ探した馬鹿はいるはずって書いてます。ね。絶対見ちゃうよね。 絶対一生懸命、今の、この世の中の解像度だったら、絶対うっかりがありえますからね。ええー、そうですね。ペンネーム、ペロペロ銀酸ナトリウム。私は、刑務所作業製品に興味があり、あの刑務作業の中でできたもの売ってるより、ね、バザーとか、あとホームページとか販売所みたいになりますよね。 えー、私は刑務所作業製品に興味があり、ホームページを見ることがあります。その中の記述で、千葉刑務所は熟練した受刑者が多く、技能が極めて高く、高品質な製品を生産しています。という紹介があります。<laughs> <laughs> <laughs> いろいろ考えてしまいます <laughs> まちょ。ちょっと考え、ちょっと考えちゃうね。ちょっと、うん、どういうことどう,どういうことそれは、どういうことって、ちょっとなりますよね。えー ペンーンネンネムサドポタ先日、両耳イヤホンをしたまま自転車を片手運転し、ハンドルに固定したドラクエ、ハンドルに固定したスマホでドラクエウォークの画面を操作しながら、ーハイを飲みつつ、歩道を蛇行しているおじさんがいました。罪の重ね方がもう数え役マンみたいでした。<laughs> ちっちゃい手をね、 ちっちゃい手をちょっとずつ数えて数えてなんだよね。裏虎とか赤ウーピンとかいろんなの全部やと、まあ、これ数えやがも言ってるわっていう感じの。ね、絶対近づかないけどね。えー、ペネム、ベニア、ウンコ。 クラマにある天丼が、天丼が美味しいお店は有名人のサインがたくさん飾られていて、その中にアーティストのホフ,フ・ディランの、ホフ,フ・ディランのサインもありました。そのサインを見た老夫婦が、え、この店、ボブ・ディランが来てるボブ・ディランが来てるよボブ・ディランが来てると感動していました。ちなみに、ォフ・ディランはカタカナで書かれています <laughs> <laughs> <laughs>、えー。ペンネームミミズグチグチ、少し面白い。 どんなに美味しいたこ焼きを食べるときでも、性病の金玉だと思うとまずいことまずいこと。<laughs> <laughs> いつ思いついたんそれ。<laughs> ねうーんえ。ペンネーム、ババーザドキョ3世、少し面白い。 コロナの影響で開催が危ぶまれていた日本三大記載の一つ、岡山の裸祭りが中止されずに開催されることになったらしいのですが、いつものように裸の男たちがぶつかり合ってご神木を取り合うのではなく、ふんどし姿のまま福引き方式で行われる。<laughs> <laughs> なんだか裸は守ったんだろう。ふ <laughs> んどし姿のまま福引き方式で行われることになったようです。むしろそっちの方が記載だと思うのですが、<laughs> うん、で、それを機に、もしかしたらこれからは、その、えっと、ウィズコロナでもしかしたら俺たち生きてかなきゃなんないかもしんないから、ちょっと普通になぜかみんな、ふんどし姿で集まって、福引きを引くっていう <laughs>。それも今まで何年続いてるかわかんないけど、100年続いてたやつが、101年続きはそっちの方がね、伝統だからね。えー、ペネムニトロ。12月8日のクイズノーベル賞にて、 このロゴはどこのファーストフードでしょうという問題が出て答えはミスタードーナツ。全員正解と思いきやデビット伊藤さんだけ不正解。デビットさんが書いた答えはミスタードーナッツ。小さい2が入っていたから不正解。そんなにシビアだっけ <laughs> <laughs> 結構ね、岡田君がね、その辺はねま、まあまあやってくれるんですけどね。 なんかおばあちゃんの久々のタレントさんでテンパっちゃって、久々のテレビ出演でかなりテンパっちゃってるおばあちゃんみたいな時は割と緩めになるんだよね。えー、それからですね。えー、ペンネを背中にはいつも幸せのポップコーン。 tbs ラジオマイゲームマイライフにゲスト出演した藤田ニコルさんが私の家庭環境複雑なんですけど弟のお父さんと一緒にゲームをしていましたと話していて <laughs> とても良かったですそう。なんだろうね。あの藤田ニコルの魅力はここだよね。あの可愛らしいファッションの話じゃなくてちょっと陰いいな話がポロって出てくるときになんか あの、ニコルンビームとかじゃないです。なんか、泥汁みたいなやつ。<laughs> <laughs> ビ,ビビビビビーみたいじゃなくて、ドロ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 っていうねえ。ちょっと不敗臭のするやつが出てる時のニコルンは大好きですね。えー、ペンネームラッちゃん少し面白い。エイト香水から漂うクマムシのあったかいんだから臭。<laughs> うわ、なんか、わかんないけど、それぐらいのスピードで、 あの、歌ったら負け感。だって、やっぱりもう、今 YouTube とかネタであれをやっちゃうと負け感強いよね。コロッケさんだけは新曲をどんどん出したいですけどね。<laughs> 少し面白い <music> さあ、なんか、少し面白い、楽しくなっちゃったんで、なるべく <laughs> やっていこうと思っております。えー、ペンネーム、こうちゃんさん。 先日、ゲッターズ・イ田ダさんがラジオで今年の M1 を予想していたのですが、運気が来てるのは、おいでやす、小がと、錦鯉、あと、オズワルドとウエストランドといきなり8組中4組を挙げた後、ここに審査員の点数も入ってくる。んそれを含めたやつが占いなのではと思えることを言った挙句、M1 <laughs> で優勝しなくても売れる人もいると言い出し、少し面白かったです。すごいのは <laughs> 8分の4上げて当たってないってすごいよね。で、その、おいでやす子が、だけが、まあ、まあ、そういう意味じゃ、決勝残ってんだけど、相当なもんだよね、これってね。いやー、えー、少し面白い。ペンネーム、ぐだくさんマカロニー。楽天モバイルの以前の CM の声がもう思い出せない。 もう俺の中で増幅されちゃってるから、うちでスピーカーぶっ壊れるぐらいだったと思ってる。<laughs> ね、うち窓ガラスが割れるぐらいの、楽天モバイルを言ってた感じになっちゃってるから、あのもう一回うるさいと思っちゃったらもうおしまいっていうことですよね。え、ペンネーム、たまごちゃん53歳。アドマチック天国では取材拒否なのに、吉田類の酒場放浪記の取材は受けているお店を見つけました。これは多分、吉田類さんので、 みん、お客さん来すぎて困ったからみたいなのも、まあ、すげえ真面目な話してるけど、俺はあるんじゃないかなって思うね。えー、ペンネーム、暫定魔人間。千葉県に住んでいます。国道沿いの道を自転車で走っていたら、野生の猿と遭遇しました。ポケットにソイジョイが入っていたので、これをあげれば僕も桃太郎みたいになるのかな。 思ったのですが、猿は驚いて急に走り出し、最終的に白のハイエースにひかれて動かなくなりました。<laughs> 続いてですけど、何 <laughs> ですか？少し面白いですから、少し視線が面白そうだって。<laughs> そういうジョイやめ、ね、て。桃太郎のところは面白かった。後がどんなにそれに対してのマイナスが高かった。ところで、少し面白いことにはかんね。 限りないんで、パーソナリティやって似たようなことやってんですから、そういう気持ちにさせてんですから、変 <laughs> ってくる人だけが、そういうのダメだよ、笑えないよ、みたいな。どんな顔すればいいんだよ、みたいなことを言われる筋合いはないですよね。<laughs> ペンネーム、冷たい水の中、少し面白い。ザ・ W を見ていると、面白いか面白くないかの話ではなく、 みんなの面白い点をみんなで頑張って探そうとしている。<laughs> 優しい気持ちになる。すっごいわかるね。すっごいわかるね。いいとこを見つける。正しいよ、ね、そっちの方がね。えー、ペンネーム、ロヒニクさん。引退表明をしたロッテの大谷選手がスポニチの記事の中で、 年内最後のコロナ対策連絡会議ともひさ、と誤職されていた。<laughs> 俺も見たネットに、ネットのスポニチで誤職、なん予測変換とかのミスなのかわかんないんだけど、どう捜査を誤ったら、大谷ともひさが、年内最後のコロナ対策連絡会議ともひさになるのか、すごく興味があります。すい起きてるね。 俺の少し面白いは、<laughs> またペース配分間違えちゃって <laughs>、多分2分かかるやつ喋り始めちゃった。はい。おやすみなすいさあ、せっかくなんで少し面白いよやっぱり少し面白いもん、ちょっとね、あの、また盛り上がってきてるんで。えー、ペンネーム、北あかりの目覚め。 木下ゆきなが自伝本を出す計画があるとニュースになっていたが、ゆきーなの半生なんかよりも、その本に縦読み要素が入ってるのかどうかが気になる。<laughs> 絶対入れた方がいいよね。もうもはや、絶対いっぱい入れた方がいいよね。すげえ面白いよね。俺もし、そのもし入ってなかったとして、これに一切縦読み要素が入ってなかったとして、俺最近よくこう本の帯頼まれるんだけど、帯に縦読み入れるから、<laughs> あの、 もう、引き受ける、引き受ける、それは、絶対入れてほしいな。ペンネーム、小も少し面白い。クリスマス、と、クリス、松村は、初めの4文字が一緒。だ予測変換で、クリスマまで書いて、クリス、松村出る人って何、何 <laughs> <laughs> で、ずっと、ずっかなりの頻度でクリス、クリス、松村書いてないと、 クリスマス出ちゃうよね。えー、ペンネーム、鶴房の法則。紅白歌合戦の審査員に選ばれたチコちゃん。あ、そうなんだ。えー、声はあの人が当てるとして、誰の脳で審査をするのか。あ、ちょっと興味深い。すごい興味深いね。 そキムニーなのかなキムニーなのかなっていうのも、なんかね、もと <laughs> 元も子もない言い方だけど、なのかね。まあまあ、あの、年末年始ふ、ふわっと過ぎていきそうですけども、よかったら来年も聞いてください。あの、心から今年一年ありがとうございました。なんか読まれたネタとか振り返ってると、本当にみんな同化してるっていう。で、同化しててありがとうと思います。皆さん良いお年を。あ、あと、